皆さん、こんにちは。今日は皆さんと金木星探しをしたいと思って歩いています。皆さんは金木星って知っていますか金木星というのはこういう木です。小さいオレンジの花からとてもいい匂いがします。ただ、 金木犀の香りがするのは一週間ぐらいの間だけです。私はこの金木犀の香りが大好きなので、外でこの香りがすると幸せな気分になります。皆さんに香りをお伝えすることができなくて残念ですが、どのくらい離れたところから金木犀の香りがするのか、 知ってもらうことはできると思いますというわけで今日は一緒に金木犀を探しに行きましょうだんだん香りがしてきましたこれです金木犀ですね まだ少し花が白っぽい気がします明日か明後日にははっきりしたオレンジ色になると思います「この先行き止まり」と書いてあります「道がなくなります」ということです反対の方に 行きましょうあ、はい金木犀を見つけました素敵なお家ですね こちらの家も広そうですねこの木、金木犀に一瞬見えたのですがよく見ると違いました金木犀はあちら奥の方にありました そしてこの背の高い木これも金木犀でしたそしてこれも金木犀でしたここまで近づくと花が見えますね。 このうちはとても大きいですね。セコムと書いてあります。セコムは防犯対策の会社です。あれは警備がしっかりしているから入ったら捕まりますよという警告ですね。 この家も素敵ですねその向かいには猫がいました逃げちゃいましたあそこに温室がありますねあの家も素敵ですね あ、金木犀の香りがしたと思ったらここにありました何か聞こえますかあれは部活をしている声ですこの川の向こうに高校があります 金木犀がありました橋を渡ります金木犀の香りがします どこでしょうかこっちから匂いがする気がしますちょっと行ってみますありましたん ここにもありました。ここは甲府第一高校です。第一という名前の通り、山梨県で一番古い高校です。セーラームーンの作者は、 この高校出身なんですよあ、あれは金木犀ですね動画だとわかりにくいのですが歩いていると匂いがするのですぐわかりますこの螺旋階段ちょっと素敵ですね そしてこれも金木犀です。下の青いネットはカラス対策です。ここはゴミ置き場ということです。決まった曜日の決まった時間にゴミを出せます。ここは 三崎神社ですこういう小さい神社やお寺が日本にはたくさんありますところで皆さん太宰治という作家を知っていますか太宰治は日本の人はみんな知っている作家です教科書に太宰治の書いたお話が 乗っているからです太宰治は甲府の人と結婚して新婚当初半年くらい甲府に住んでいましたここです太宰治強京,京跡と書いてあります住んでいた建物はもうなくなっていますこの場所っていうだけですね 信号が見えますかあの信号を渡ったところに銭湯があって太宰治は毎日その銭湯に行っていたそうですそして信号のところに昔あったお豆腐屋さんでお豆腐を買って毎晩豆腐をおつまみにしてお酒を飲んだそうです ここがその温泉です入れ墨の方はお断りというようなことが書いてあります入れ墨はタトゥーのことですなのでタトゥーが入っている人は温泉には入れませんという意味です日本では入れ墨はファッションというよりヤクザ という印象がまだにありますなので温泉では入れ墨はダメという場所が多くありますもしタトゥーを入れているならばタトゥー隠しシールなどを貼れば大丈夫だと思いますそしてここは教会です 突然ですが問題ですこの看板最初のひらがなのパーツがなくなっていますもともと何て書いてあったかわかりますか2つ候補が考えられます近くに寄ってみましょう 後ろの赤い棒3か所に何か貼ってあった跡がありますねとなると「な」です答えは「中村」ですここにも金木星がありました曲がりましょうもう 金木犀が見えましたその反対側にも金木犀がありましたこれも金木犀です丸とか四角とかいろいろな形にカットができるんですね 何か日本風な音楽が聞こえますねここは公民館です甲府市の建物で市民が借りることができる部屋がありますそこにみんなで集まって一緒に何かをしたりします ここも大きな家ですねセコムのマークが貼ってありますその向かいも歴史のありそうな家ですね 私、ああいう螺旋階段結構好きなんですここは山梨大学の裏側の入り口ですねこれイチョウの木ですもう少ししたら、 紅葉で真っ黄色になって、とても綺麗だと思います。あれは山梨大学の体育館です。道を渡ります。綺麗な花が咲いていますね。 これは猫じゃらしと言います猫をじゃらすときに使えるからです動画の最後の最後のおまけ動画にクロちゃんと猫じゃらしで遊んでいる動画をつけますねこの道は前の動画で行ってみた細い道です 金木星がありました。この前は全然気がつかなかったです。金木星は匂いがないと気づかないと思います。細い道を出たところにも金木星がありました。 道を曲がってここにも金木犀がありましたこの大きい木も金木犀ですね小さい花が見えますね この金木星は植えたばかりみたいに見えますね車が来るので避けましょうこの先に前の動画で田んぼをお見せした場所が出てきます今田んぼがどうなっているのかちょっと見に行ってみましょう Before we continue, let me tell you about my course. If I wish to master perfect Japanese pronunciation and adopt a native accent, well, we've got just the course for you. Japanese phonetics with Yumi. In this course, we explore Japanese pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation through engaging video lessons. This course is designed for those who can read hiragana and katakana, as we don't use romaji because romaji interferes with your pronunciation. While beginners are welcome, having some prior Japanese knowledge can be helpful, especially when it comes to understanding pitch accents related to conjugations. But please don't worry, it's not too advanced for beginners and not too basic for advanced learners as a bonus you can download our anki deck for japanese listening practice videos on youtube complete with audio the link is in the video description don't miss out on this opportunity to improve how you sound when speaking in japanese join us today 金木い今回歩いてみてわかりましたがそこら中にキンモクセイがありましたキンモクセイが好きな人が多いんですねおかげさまで今日はキンモクセイの香りがいろんな場所からしてとっても気持ちが良かったですもし皆さんが日本に住んでいて そこが甲府より暖かかったら、金木犀はこれからです。探してみてください。では、今日の動画はここまでです。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。またね